もう入ったセラトスじゃん。あ、セラトスだ。サトズカゴモヤカツアゲしようや。ういーういういういセラナズ、お前ボロタクションやめてバルツになんかこいつ踊れるらしいぞ、どうやら。どうやら。おお、びっくりした。お裾分けよ。え？なんだこの。怖い。ちょ、貢ぎ物。どうも。遮蔽になってる。こんばんは。源月さんか、これ。こんばんは。なんでこんなニコニコしてんだ。すごい攻撃される。なんか怖い人がいる。俺、処刑対象？初詣だね、かい。まず悪い。しょうがないな。このダイヤをあげよう。はい、あげるよ。おせちあげようね。緊張してる？大丈夫だよ。こういうの初めて。優しい先輩ばっかりだから。そうですけど。緊張。おせちあげようね。おせちあげ。優しいよ。こういうの初めて。炎上させよう。まずい。あーごめーん。熱いから。ごめーん。熱いって。失礼。うわー身内で喧嘩始まった。うわー熱い。スパイと言ったからねと。あーいた。あとは後で来る人が何とかしてくれるか。あ、よかった。芝居とかね。ほら見てよ、セラダズのここ痛そう。なくなった。そうなくなったな。すごいな。セラダズエギトラたくさん持ってるらしいっすよ、こいつ。エギトラたくさん持っとるんや。フリーエギトラなるものが。へえ、いっぱい持っとるんや。長尾先輩って怖い人だった。そうだよ。愛です。愛です。気をつけな。やだ。愛です。死んだ。あーなんか拾った。ふざけんなー。死んと思わなかった。なんか拾ったよ。拾ったよ。ほらねと、はい、あーやめてー。まずい。なんか拾ったまずい。返せー長尾。僕もう帰ります。ニュース見たときやっぱりって。あ、
怖い、怖すぎる、なんだこの人たち。ザザザってなんだ、ザってなんだ、ちょっと怖い。それ楽しいね。怖い人たちだった。怖いよー。何だったんだ今の。突っ込みどころしかなかったよ。え？さてなんだ。海田先輩が無限に優しかった。玄月先輩と海田先輩が無限に優しかっただけだ。怖すぎるよ。何だったんだよ。ここなんていうの、ここネザーっていうの。今マイクラってか誰がいるんだろう。ここカイダくんいなかった。カイダくんとシェリンさんやで。あ、いるね。カイダくんち行こうせ。カイダくん嵐に行くか。カイダくんち行こうせ。なんかおるわ。うわわわわ、びっくりした。あ、ミッシャーズだ。うわ、なんだ。じゃ、なんで弓持ってんの、なんで弓持ってんの。やばい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 、行かれてる、行かれてる、行かれてるんだけど、あの人たちマジでやば。なんだ、野党か何か。当てた方が勝ちね。オッケー、あ、飛んだ。はずるくね。行ったわ。飛ぶのはずるいわ。それは違う。上いるよ、屋根上。ね、逃げ足早いな。あ、いるいる。あ、おった。屋根上階段。屋根上階段ね。あ、やるね。あっつ、うわ、撃ってきた。やば。やば。チーンって言った。でもいい防具してんだよな、多分な。買って。あれ。強い？赤アーマーだね、あれ。山賊か。山賊ですか。ちょっと待って、撃ってみ、怖っ。何あの人たち、マジでやば。治安ないの。あ、真由先輩はやってない。やばいやばいやばい、クソガキ。かかって、やばいやばいやばい。で、待って。甘いな、痛い、痛い、じゃあ卑怯。ねえ、ま、ちょっと待って、真由さん。真由さんに隠れよ。真由さん、やばいやばい。真由さんに隠れよ。真由先輩を。撃ってみろ、撃ってみろ、サイグサアキナ、フアミナト。俺の後ろいるよ、今。どこどこどこ。え、マユ、あの、インファイトいける？インファイト。ちょっと待って。うん。ちょっと、俺とフワッチ後ろがカバーするわ。あ、オッケー。逃げれないようにしとく。タイロ立っとくわ。あれ、なんか幸福、幸福を宣言してるかもしんない。あ。隠れたね。本さんです。まあまあ人数不利だしね。まあまあ全然全然あり。撃ってみろよ。撃てるもんなら。ちょっと待って。高3だな。いやいや、何がいやいや、こいつらマジでイカれてる。マジでイカれてるよ、こいつら。ちょっとお土産持ってくるか。帰るか。まあでも会えてよかった。そうだね、会えてよかった、うん、全然よかった。挨拶したかったしね、うん、そうだね、挨拶したかった。え、なんか、あ、なんか金の人参もらった。お、金別、金別、それやった、名物らしい。お、いいね。俺の分ないんだけど。ああ、ありがとう、よかった。自由に観光していってください。だってもう下よね。
うん、帰ろう、うん、もうした後だからおはようございます。何も分かってくんない俺たちのこと。帰るか。仲いいなメッシャーズいやマジで擬音的。いやーいいな褒めてくれるんだ。でもでもあの人たちやばい、マジで野蛮だわ、怖、近寄らんとこはあんまり、一定の距離は取っておこう、そう思いました。よろしくお願いします。焼肉の時話そうと思ってたこと一個あるやん。何なかったっけ。お前がいつも支払いすることじゃないの。やっぱお前マジで弱いよなそれな、そういえばそうだわ。お前ガチで弱い本当に。俺もうお前らのためにいくら使ったんだっけ一体お前マジで弱いよ毎回全部負けてんだよな。なんか支払いにおいてのお前の白ひげっぷりマジでやばい。あの先輩男気な見習ってさ、あそう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 、クレカバトルクレカバトルなったんだけど、そういつもね、あの店員さんに選んでくださいって言って、間がもう迷うことなく、いやあれはね、クレカピって取って、我々はじゃんけんだよ。いやまあじゃんけんだっけ、あれ俺たちじゃんけんだっけ。だって一回ねクレカバトルしたことある。あそうだっけ、あったかもしんない。 うなぎの時かな。うなぎの時よく覚えてんな。その時はクレカバトル。お前マジで弱い。ほぼ支払いじゃない。でもね、クレカバトルはね、ちょっと俺不利なんですよ。ちょっと派手なんですよ俺のカード。引きたくなるによ。デコってんだ。そうデコってんだ。そうデコってギャルだからね。そう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 。カードギャルだから。長尾って水で書いてある。コラボとかのやつにしといたら、なんかこれ使いづらいなってなって、ちょっと、ね、こいつキメえなってなってくんないかな。オタクじゃんこいつってそうで終わった後にあれだよ、だから さっき言ったまゆゆと源月くんと長尾、あのまけいちゃんと俺とふわっちで5人で飯行って、まああれですね、あの恒例のクレカバトルしましたよ。恒例のまあやっぱバルツにはさ払わせらんないじゃん、やっぱりやっぱバルツには払わせらんないじゃん、そんな飯代だから俺ら3人でやるよって言ったんだけど、あの長尾くんはちょっと途中で帰っちゃったんだけど、そうしたらなんかあの源月くんもいやいやいや待ってくださいよと、俺もやりますよってなんでってそう別にええのにってええのにって言ったのに、そうだけどなんかいやもうどうせなら俺もスリル味わいたいとか言なんか言い出して、なんでって言ったけど、まあまあいいかっつって4人でクレカ出して店員さんに店員さんにじゃあこの中から好きなクレカで払ってくださいという話をして、さあ今回誰になったのかと、ベオレー、いや2連敗、いや2連敗2連敗、まあ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 、まあでもね正直なんだろうな、俺店員に先にクレカ言ってたから、あのこれ俺のクレカなんでこれ派で払ってくださいってもう先に言ってたから、だって俺が一番先輩なんだもん、そのやっぱメッシャーも含めバルツも含めやっぱ俺が一番先輩だから俺が払わなきゃ、そう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 だよ、そう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 、ほほほほほんとだよ、ほほ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 ほ